ブライアン・ジョン・ハータは、アメリカ合衆国のレーシングドライバー。ミシガン州オーレン出身。自身のチーム、ブライアン・ハータオートスポーツを率いて、インディライツに参戦している。ハータは、当初会のカテゴリーに参加し、バーバー・フォーミュラ・フォードや、バーバー・サーブシリーズなどで成功を収める。1993年には、タスマン・モータースポーツから、インディライツに参戦。 シリーズチャンピオンとなった。1994年、AJ ホイットエンタープライズから、ジャンプカーシリーズに参戦。何度か好成績を収めたものの、シーズン後半のトロント戦で負傷した。1995年には、チップガナッシュレーシングから参戦する。フェニックス戦で、ボールポジションを獲得したものの、それ以外に目立った成績を収められず。 チームメイトのジミー・バッサーはシリーズ8位となったが、ハータは20位と振るわぬ成績であった。翌1996年、ハータはチームレイホールへ移籍した。続く数年間でハータは、ロードコースでのパフォーマンスを評価されるようになり、特にラグナセカでの評価が高まった。1996年には、最終ラップまでトップを維持したが、コークスクリューで、 アレッサンドロザナルディに抜かれて勝利を逃した。ハータはラグナセカでフロントロー以下からスタートすることは滅多になく。1998年及び1999年には優勝を遂げた。ハータはのキャリアにおける絶頂時チームオーナーのデイビッド・レターマンは彼のファンをハータマニア・ハートマニアと呼んだ。2001年ハータのドライブする。 フォーサイスレーシングの77号車1998年のウィスコンシン戦のオープニングラップでハータは北米モータースポーツ史上最も恐るべき事故の一つに巻き込まれた4マイルのロードコースの5番目のターンでハータはチームメイトでありオーナーでもあるレイホール車の後部に接近しすぎてスピンしランオフエリアに飛び出したところ数秒後に後続のアレックス・バロン車が コースアウトしハータの車に正面から乗り上げた。ESPN のカメラはハータのヘルメットをクローズアップし拳を握りしめた瞬間バロンの車が乗り上げるところを撮影している。しかしながら両名とも大きな負傷もなくハータはバロンの車が実際には顔から数インチのところに乗り上げたと報告した。2000年から2003年までハータは フォーサイスレーシング、モーナンレーシング、PK レーシングといった様々なチームでドライブした。しかしながら90年代後半のパフォーマンスを取り戻すことはできなかった。2002年、ミナルディのサンダーイン・ザ・パークイベントがドニントンパークで行われ、彼は初めて F1 カーをドライブした。このことにより、ハータがミナルディから F1 に参戦するのではと取り沙汰されたが、 実現することはなかった。スポーツカーに短期間参戦した後、彼は2003年途中に負傷したダリオ・フランキッティの代役として、R に参戦、オープンホイールレースに復帰した。アンドレッティ・グリーンレーシングから参戦したハータは、R における3度目のレースである、カンザス戦で初の優勝を遂げた。2004年には、アンドレッティ・グリーンレーシングの4号車をドライブ。 エンジン開発を担当した。2005年7月31日、ミシガン戦で2度目の優勝を遂げる。チームメイトのダン・ウェルドンを破っての僅差での優勝であった。2006年初め、R のシーズン前にラグナセカ及びファンディドラパークで A1 チーム USA から A1 グランプリに出場した。2006年までハータはインディ5025回出場しており、 サンドトップ10でフィニッシュしている。最高位は2005年の3位であった。ハータのヘルメットは alivedsignco.com、e、による塗装が施されている。2006年10月31日、ハータは2007年のアメリカンルマンシリーズに参戦するアンドレッティグリーンレーシングの新たなアキュラのルマンプロトタイプ開発プログラムドライバーとして採用された。 彼は、ダリオ・フランキッティの弟、マリーのフランキッティと共に開発を担当した。2007年1月3日、ダリオ・フランキッティが、マリーの、ハータと共に開発者をドライブすると発表された。ハータは一度のクラス優勝を遂げ、シーズンを7位で終了した。彼はまた、A1 チーム USA で、AH、A1GEP マシンをドライブし、オーストラリア戦では10位でフィニッシュした。 レースから引退して以来、ハータはビジョンレーシングのドライバーコーチとなり、自らのチーム、ブライアン・ハータ・オートスポーツを結成してインディライズに参戦している。チームはビジョンレーシングのインディライズチームと技術提携している。2009年にはダニエル・ヘリントンを要してフルタイム参戦した。また、現在では息子のコルトン・ハータのストラテジストを務めている。 2011年、現役時代に、アンドレッティグリーンレーシングのチームメイトだった、ダン・ウェルドンをドライバーに、ブライアン・ハータ・オートスポット・ウィズ・カーブ、アガジェニアンチームとして、インディ500にスポット参戦し、見事、インディ500優勝を飾った。ドライバー、オーナー、監督を通して、ハータ自身初のインディ500優勝だった。翌2012年からはシリーズに、フル参戦し、 ドライバーは、アレックス・タグリアーニを起用する。カートニューインズ、ベストチャンピオンシップリザルト、エースインディカーニューインズ、ベストチャンピオンシップリザルト、エースインディ500。ありがとうございます。